Ciao a tutti, sono Mad Max Games, eccoci qui con un nuovo video di Naruto Ultimate Ninja Storm. Allora, ha finito il capitolo 4, iniziamo il capitolo 5, assemblea dei 5 Kage. サスケたちによって捕獲されたと思われていたキラー B だが、変わり身の術を使って暁からまんまと逃げおおせる。だがそのことを知らないキラー B の兄雷影は激怒し、五影階段を行う手はずを整える。その頃、木ノ葉隠れの里では変異襲撃により負傷した綱手に代わり、強硬派の志村団蔵が火影に就任する。団蔵は今回の会談を成功させ火影としての足場を固めようと考えていた。互いの思惑がぶつかり合い、階段は白熱するが、突如そこへサスケ率いる鷹が襲撃を仕掛ける。おかげである団蔵はサスケにとって最優先の復讐対象であった。しかし、サスケが刃を振るうその前に雷影が立ちはだかり、戦闘になるのだった。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。俺の目的は団蔵のみ、それ以外は潰す。マイサスケ。ああ、conclude il santo be. Mette segno un altro ninja tre volte.Mamma mia, che wow! Wow! Nelle corna! そろそろ終わらせる。雷影は決して倒れぬ。お呼びとあらば。もう何やろうか。devastato sto scionzo。遊びはここまでだ。そろそろ蹴りをつけてくれる。団蔵を狙うサスケ、迎え撃つ雷影、互いの身を削り合う凄まじい死闘が展開される。雷影をなめるな。アマテラッソ。だがそこへ風影ガーラが割って入るのだった。
かつて中忍試験のライバルであったサスケにガーラは投降を呼びかける。サスケは昔のガーラのように憎しみに取りつかれ孤独に囚われていた。憎しみに取りつかれ一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。俺は闇を歩く。お前の言葉を聞く気はない。ガーラは涙を流すと、責任ある風影としてサスケに引導を渡す決意をするのだった。コムダコ20コールピアーツ。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。死ぬに取りつかれ一人の世界に逃げ込む。帰って来られなくなる。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で敵対手配さ。どの道、こいつに未来をね。これ千鳥刀。流砂爆流。出番は待ってる。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたもの。だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。所詮お前の憎しみは俺に遠く及ばない。俺の怒りは、俺の絶望は、これはどうだ。お前以上だ。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。神遁限界剥離の術。サスケは負傷し追い詰められるが、乱入したトビによって救われる。トビは影たちに自分の目的である月の目計画を語る。美獣の集合体十尾を復活させ、自身がその人中力となる。そしてその膨大なチャクラで現実を月に投影し、全世界に無限つくよみをかける。現実により争いのない世界を作ること、それはトビの目的だった。残りの8尾と9尾を差し出せというトビの要求を影たちは拒否する。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。交渉は決裂し、トビは第四次忍界大戦を宣戦するのだった。
Fratello, fratello. Che amo fare? La chisame, lo squalo. Bella la spada, pelle di squalo. Comunque hanno levato molte, molte, molte battaglie importanti, molte boss fight, tra cui anche quelle di gara, veramente, cioè, dai. Capisco perché, era molto fare un po' di fretta, giusto per il 20° anniversario, peccato. Danzo wa Gokage Kaidan no bakara ridatsu shite ita ga shizuka ni satsui o tagiraseru Sasuke. Shikashi, oitsumerareta hazu no Danzo wa futeki ni mo Sasuke no me o ubau to sengen suru no datta. は闇、それが分からぬお前はここで果てよ。オッケー。貴様を始末する前に一つお前に聞く。ペッツディマルタコルヌート。お前を含むこの葉上層部の命令で内海たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべてしゃべりおった。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったのでか。くたばれ。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく神の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいる。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのです。だがお前に秘密を明かしたイタチは木の葉に対する裏切り。それ以上たちを語るな。分かったか、俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。ここからが目で語る戦いだ。わしは倒れん。わしは改革者。わしの足を止める者は許さん。忍びの世のためにわしは前に進む。
兄さん、まずは一人目だ。復讐の対象の一人であるホカゲをサスケはためらうことなく切り捨てたのだった。サスケが団蔵を葬った直後、サクラがその場に現れる。サクラはサスケを制止しようとするがかなわず、本気の殺意を込めた一撃を受けそうになる。アワヤのところでナルトが割って入るのだった。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。この一戦で答えを見つける。潰してやるよ。サスケ、イタチの真実ってのマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよくわからない。けどどっちにしてもお前のやってることはわかるってばよ。わかるってんだ。何が、親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。他人は黙ったろ。螺旋丸てめえは繋がりはもう断ち切った。親友すらするのはやめろ。俺の憎しみは枯れない。この葉を潰すまではな。お前の憎しみは俺が受け止めてやる。俺はお前とのつながりを守るってばよ。螺旋丸なるな。私の真実ってのはマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよくわからねえ。けどどっちにしてもお前のやってることはわかるってばよ。こっちだ。わかるってんだ。何が、親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。他人は黙ったろ。螺旋丸てめえはここで潰す。つながりはもう断ち切った。死にさすのはやめろ。俺の憎しみは枯れない。この葉を潰すまではな。お前の憎しみは俺が
レーパ。サスケ、俺はお前と会えて本当に良かった。とエセリスケ、サスケ、もしかしたら、サスケ、お前と俺が逆だったかもしれねえ。螺旋丸、シドリ、ナルトとサスケ、今や互いに一流の忍びとなった二人は、刹那の応酬で言葉以上の思いを交わしていた。何にもなかった俺がつながりを持てた。第七班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。だがサスケはナルトが何を言おうと変わらないと答える。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。アメーコ、いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。そしてこの隠れの里の者たちはナルトも含めて全員始末すると言い放ち、トビと共に姿を消すのだった。